ートアップイベントは京都に長期滞在してる外国人の人が友達を作ったりとか、お酒を飲みながらカジュアルに会話してもらえるような場を提供したいなと思って企画しました。ここ来て得たことは、まあ、いろんな人と話できて、いろんなアイデアを得られて、新しいイノベーションのヒントを得られたかなと思います。私自身がその場所にとらわれずに働きながら自分のいたい場所に滞在したいっていう思いがすごく強くて、この生活を実現していく上で京都でそういった場所が今ないので、上桂に日本の暮らし、日本の自然、日本の四季を日本人、外国人問わず体験してもらえるコリビング施設をデジタルノマドと呼ばれる人に提供したいなと思っています。